グループ BTS、防弾少年団のように国威を発揚げした歌手も、兵役特例の恩恵を受けることができるようすべきだという主張が提起されている中、国会は同事案をめぐり、本格的な議論に着手する。芸術体育要員編入対象に BTS、防弾少年団のような大衆文化芸術家を含めるという内容を骨子とした兵役法一部改正案が25日午前、国防委員会小委員会会議で論議される。BTS、防弾少年団に兵役免除の恩恵を与えるかどうか、初の審査が行われる場だ。兵役法一部改正案は、ユン・サンヒョン国民の力党議員ら16人が6月25日に発議した。1973年に制定された現行の兵役法施行令によると、国内外の純粋芸術分野コンテストと五輪アジア大会上位入賞者などと規定した芸術体育要員編入対象から大衆文化芸術家は除外されている。ユン・サンヒョン議員らは改正案に対し大衆文化芸能人は国威性上げに貢献しても兵役恩恵を受けることができなかったとし、大衆文化分野でも兵役恩恵を受けられるように公平性を保つため法と施行令改正を提案したものと説明した。どのような基準でどのような大衆文化芸術家を編入対象に含めるかを明確に決めようという趣旨だ。さらに政界では、民主党のノンレ議員が昨年10月、神聖な国防の義務は大韓民国国民に与えられた使命だが、みんなが銃を持たなければならないわけではないとし、BTS、防弾少年団の兵役特例を真剣に論議すべきと問題になった。韓流のリーダーとして知られる BTS、防弾少年団は、世界的に認められるビルボードチャートでトップに上り、大統領特別使節の資格で国連も訪問した。彼らが音楽で全世界に韓国をアピールし、スポーツ選手に劣らぬ国威を背負上げしているだけに、一部では兵役特例制は果たして公正なのかという不満が引き続き出ている。こうした中でも BTS、防弾少年団は、兵役は当然の義務とし正常に履行するという意思を重ねて明らかにしてきた。パクミョンス、TWICEの一部ファンから非難の声。パクミョンス歌の反応、上がってきていますか？音楽ランキングに今ランクインしていますかとその場でランキングを確認。上位にランクインしていますねと称賛。TWICEのランキング成績を露骨にするトークが無礼だと指摘される。映画ララランド出演の米歌手ジョン・レジェンド、妻クリッシー・テイゲンと共に自宅でイカゲームをテーマにしたパーティー開催が物議。ネットユーザーの意見。富裕層が集まって資本主義の暴力性を批判したドラマを再現するなんて無頓着。ドラマのポイントが完全に抜けている。ガールズプラネット999少女祭典出演のキムスヨン、マイスティックストーリーの新ガールズグループビルライに合流し、来週から活動開始すると報じられる。